ストリングチェック、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。よろしくお願いします。まあ、今回は私、僕の使っているストリングが正しいかどうか分かんない、合ってるかどうか分からないといったですね、はい、ご質問にお答えしていきたいと思います。まあ、ある程度自分のスイングが身について強いボールを打てるようになるまでは、やっぱりどうしても自分自身の打ってるボールが正しいのかそうでないのかっていうのが結構わからなかったりするんですね。でもそれは上達の過程で当たり前のことなので、まあ、逆に今それが合ってるかどうかっていうのを常にチェックすることで自分のですねテニスの上達につながっていくと思いますので、今回はそれをこう打球感ですね、打球感にフォーカスしながらお話ししていきたいと思います。まあ、そもそも打球感って当たった、ね、この感じじゃないですか。で、当たった感じが心地いいってこう思って打っててもなかなか上達しないとか、なんか分かんないけどこのガット使ったらなんかいい感じになったから OK だとか、まあ、様々だと思うんですけど、あの当たる瞬間大事なんですけども、結構その後自分のスイングがどうなるかというのによって、その打球感が正しい打球感なのか間違った打球感なのかっていうのをですね、分かれてくるんですね。まあ、そこら辺をこうどういうふうに見極めていけばいいのか、またこうストリングの特性などですねお伝えしていきます。はい、でいつもお話しさせてあげてるんですけども、基本的にご自身のラケットを取ってみて、でこうやってガットがこうやってねカチカチで、ある程度そうですね、男性の方で中級者以上になってくるとでカチカチ音はすると思いますし、女性の方でもしっかり打てていくと、はい、こういった形で音がすると思います。で、まあ、もちろんこれはまあちょっとポリの五角形を張ってるんですけども、まあ、こうやってささくれができてきたりする、まあ、この場合は適しているストリングになります。で、どうしてもいつもお話ししてますけど、この歪んでない方、もう歪んでない方は間違いなく、はい、合ってないことになりますので、そこら辺ですね、自分の打球感がもしそれで、あ、これ正しいかなどうかなって思う前に、はい、違うストリングもしくは技術を変えることをお勧めしていきます。はい、では行きましょう。まず大きく分けると、まあ、ナイロンガットとポリガットってあると思うんですけども、基本的にこのスイングロスさえなくなっていけば、スイングロスは他の動画でもお話しさせてあげてるんですけど、スイングロスさえなくなっていけば、ストリング合っていくと思います。で、やっぱ超上級者の方になってくると簡単にガットって切れていく、結果ポリで自分に合ったものを選んでいくといったことになるんですけども、まずナイロンなんですけど、まあ、いろいろとこう価格帯ありますよね。まず僕個人的には、まあ、コスパもそうですけど価格帯で分類してあげるのが、良いと思います。例えばそうですね、まあ、3000円台の状態のストリングのこのラインナップ、ね、2000円後半のラインナップ、ね、2000円前後のラインナップ、だいたい3つぐらいあると思います。まあ、張り台込みにすると、ね、4000とか5000とか、したりするのもあると思うんですけど、まあ、それを踏まえた上でナイロンガットの場合はご自身がどういう形が好きなのか、まあ、こうパッケージあるじゃないですか。パッケージあってこうテクニファイバーさんですけれども、はい、個人的にデザインが好きなので、これを選んできたんですけど、そのパッケージの裏にこうやってこういう感じで、わかりますか、こういう感じで、こういう感じですね、はい、どういう形でガットができできてますかっていうのが、はい、書いてあると思います。例えば、ね、アイコニックタッチ、新しい、はい、ダンロップさんのストリングですけども、まあ、こういう構造になってますよっていうのが、はい、出てきますね。で、まあ、ちょっとマニアックなところでライブワイヤーオチョですね、結構通なファンの方が多いんですけども、まあ、こういったパッケージであれば、まあ、ここら辺にこんな形してますよってなってますので、ここを見ていかれるといいと思います。で、まあ、ガットがある程度こう削れているとか、ちょっと歪んでるけども自分の好みは何かなと思った時に、自分が張ってるストリングの後ろ側を見て、あ、こういう形なのが好きなのかなっていうのが分かってくると思います。そうしていくと自分に合ったストリング、もちろん初めにお話ししましたけど、削れなかったりとか、ね、歪まなかった場合は、まずはその削れる、歪む、切れる技術を身につけることが大切になるんですけども、ある程度それをクリアされてる方っていうのは、こういったですね後ろのパッケージですね、
はい、見ながら、あ、どういう行動をしているストリングが好きなのかなっていうのが分かってくると思います。まあ、これは僕おすすめの X1 のバイフェーズですね。まあ、こういった形、まあ、編み込みが細かい感じですね。でこれとマルチフィールを比べてみると、はい、ちょっと違いますよね。このモサモサみたいな感じ、まあ、これが、ね、ハイスペックな理由ですよね。なんであとはその素材とか何が入ってるのかなっていうのを、まあ、ちょろっと見ていくと自分の傾向が分かってくると思いますので、もしよろしければお使いのストリングで、必ず他社メーカーさんでもやっぱり似たようなラインナップがあるので、やっぱりその少しずつ違ってくると思います。自分の好きな形はこんな感じかな、じゃあこれをしようかなっていうのも一つの目安になってきますね。ナイロンガットを選びましたらですね、そちらの方ちょっと注意して見ていてください。で次ポリガットなんですけども、まあ、ポリは素材がすごいこう硬いものでできていますので、僕は大きく分けると、4つあると思います。まずは丸型のストリング、その次は八角形で、その次が六角形、五角形と、大体この4パターンに大きく分けられてくるんですけども、よくあるのが丸型のストリング、丸型のストリングを使って結構削れていない方とか、はい、あまり切れない方が多いんですけども、まあ、例えば丸でいくとゴーセンさんの G2A3とか、あと丸だったらあとアルパワーとか、まあ、そこら辺だと思うんですけども、その丸のストリングの場合って、そうですね、1ヶ月とか、まあ、週に1回の方で、まあ、土日やってる方だと1ヶ月、で週に1回の方でやっぱ2ヶ月ぐらいで切れないのであれば、あと削れる、ね、切れる手前までいかないのであれば丸型が合ってない。意外と丸って弾いてくれるので、なんとなく打球感こう飛ばしてるような感じになって手元の感覚いいなってなるんですよ。でも全体的にやっぱりこうテンションロスが大きくなってくるんで、だん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 こう飛ばしてるのが弾いてるのになってしまって、そうしていくとこうスイングロスにもつながりますよね。そういう方は八角形のストリング、レブとか、ブラックコードでブラストですね、八角形にしていかれると良いと思いますし、で、まあ、個人的にはそのクオリティが高いまましっかりと飛んで切れてくれるって方はソリンコさんのハイパー G とツアーバイト、ここら辺を使っていかれると、すごくいいと思いますし、どの形状ですね、六角形は僕は個人的になんかこう6にするんだったら8の方がいいし、なんか5でいいかなっていうのがあるので、まあ、エクスペリエンスとかシグナンプロですかね、六角形です。まあ、その形状ですね、ポリに関してはこの形状を少し見ていっていただけると、で自分の好きな形で意外とこう決まってくると思います。であとはボックス形状のラケットと、これちょっと余談になるんですけど、ラウンド形状、ちょっと待ってくださいね。ボックスだったのでしなりで飛ばしてからこう丸とか八角形が良かった、でもラウンドになった時にこう飛びすぎてしまう、そういった場合にちょっとこう五角形にしてみるとか、実際にこれはもうアエロにブラストを貼ってるんですけども、やっぱこうアエロで打ってた時にブラストだとこうピンポイントに当たった感じがしなくなってくる方とか、でもっと強いボールを押して打っていきたいという方は、もちろんその方のスイングにもよると思うんですけども、ツアーバイトとか五角形のものをこう使われてくるあの方も多くなってますので、まあ、だからそういった形で自分がこうどういうものを好きなのかっていうのをラケットによって、はい、合わせていかれると良いと思います。ボックスからラウンドに変える、ラウンドからボックスに変えるときはもちろんその軟角形っていうのはこうちょっとね好みの傾向がラケットのこの性質によって変わってくると思いますので、まあ、できればそういうのを考えながらこう打球感、自分に合った打球感を、はい、求めていかれると良いと思います。ポリは結構多いですね、腕に負担が、かかるのもそうです。やっぱこうスイングロスが大きくなってきて、削れなくなってくるとガット自体がもう劣化していくんですね。だからよくあるのが丸ガット、あと八角形もさ、丸とか八角形の場合って合わない人は肘とか腕に
手首に負担がかかってきて、まあ、結局こうナイロンに戻したりってするケースも多くなってきたりしますので、できれば個人的には五角形と五角形のこの柔らかいのを使っていかれると、良いと思います。まあ、とにかくその反発力ってやっぱりガットがしっかりこうね溝ができて削れて切れる前提で自分の好みの形っていうのを選んでいくのが一番だと思いますので、よろしければですね、はい、自分に合ったストリング見つけてみてはいかがでしょうか。はい、といった形でよろしければこういうボタンとチャンネル登録お願いいたします。まあ、今回はガット合う合わない打球感から考えてみるでした。はい、では今日もありがとうございます。それではさよなら。